今からヨガニドラを始めます。ヨガマットなどの上に仰向けで横になり、手のひらは上に向けます。足は腰幅より少し広めに開いて、体が左右対称になるよう調整します。薄く畳んだタオルを頭の下に敷いたり、ブランケットをかけて、体が冷えないようサポートしましょう。小さいタオルで目元をカバーすると、より深くリラックスできます。心地よい姿勢が見つかった方は、優しく目を閉じて、なるべく体は動かさずに、ゆったりとした状態でいてください。では、始めていきます。呼吸は鼻から吸って、鼻から吐きます。ご自分のペースで深呼吸をしてください。次の吐く息で自然な呼吸に戻します。肩の力を抜いて、自然と耳に入ってくる言葉に意識を向けます。すべての頑張りを手放して、リラックスしていくことを許しましょう。ヨガニドラの練習の間、体は完全に休んでいますが、意識は目覚めています。これから先も目覚めていられるよう意識しておきましょう。では、右足に意識を向けます。かかとをぐっと押し出すようにして、息を吸って、吐きながら力を抜きます。左足に意識を向けます。左のかかとをぐっと押し出すようにして、息を吸って、吐きながら力を抜きます。右腕に意識を向けます。手首をぐっと押し出すようにして、息を吸って、吐きながら力を抜きます。左腕に意識を向けます。手首をぐっと押し出すようにして、息を吸って、吐きながら力を抜きます。顔に意識を向けます。顔の筋肉をぎゅっと中央に寄せるように力を入れて、息を吸って、吐きながら力を抜きます。全身の力が抜けて、穏やかな呼吸が広がっています。
優しい呼吸を感じましょう。サンカルパ、あなたの決意を宣言していきます。サンカルパを具現化するために必要なものはすでにあなたの内側にあります。まだサンカルパが見つかっていない方はベストなタイミングで見つかることを信頼しリラックスしていましょう。では、心の中で静かに、あなたのサンカルパを3回繰り返し宣言してください。ゆったりと優しい呼吸が広がっています。安心と平安に包まれて、あなたはどんな時も守られています。ではこれから3回ずつ聞こえてくる言葉のイメージをあなたの心の目で思い浮かべます。頬を撫でる優しい風、頬を撫でる優しい風、頬を撫でる優しい風。金木犀の甘い香り、金木犀の甘い香り、金木犀の甘い香り。夜空に広がるオーロラのカーテン、夜空に広がるオーロラのカーテン、夜空に広がるオーロラのカーテン。にっこりと微笑む赤ちゃん、にっこりと微笑む赤ちゃん、にっこりと微笑む赤ちゃん。幸運を運ぶ鐘の音、幸運を運ぶ鐘の音、幸運を運ぶ鐘の音。ここでもう一度最初に宣言したサンカルパを思い出します。
あなたの願いが具現化されたことをイメージし、その感情を味わいます。サンカルパに意識を集中させ、気持ちを込めながら、心の中で3回繰り返し宣言してください。では、呼吸に意識を向けます。優しく、ゆっくりと、胸やお腹が上下する場所に、意識を戻してゆきます。自然で、ゆったりとした呼吸を観察します。
では、体に意識を向けます。体のすべてが大地に優しく支えられています。安心と柔らかさが広がっています。次の吸う息で、ゆっくり大きく吸って、ゆっくりと吐いて、指先、足先を優しく動かして、意識を体に向けます。両膝を立てて、抱えるように胸に近づけます。そのまま右側に寝返りを打って、胎児のポーズで休みます。では、片手で床を押しながら、ご自分のペースでゆっくりと起きて座ります。胸の前で合掌します。ありがとうございました。これでヨガニドラを終わります。